私の子供は発見したのですが、部下どもがその不甲斐なくて取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな、そう必ず、次こそは必ず。 必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだが、お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃した挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。あれはその、私でもなく、 何者かに先を越されたのよね。その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないのだな。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそはねえ、お前一人で手に負えないというなら、 メガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。主への忠誠を示す機会とあらば、あいつもさぞ張り切って成果を上げるだろうからな。その前に俺が出る。必要ないわよ。モンザイモンの手もメガシードラモンの手もいらないわ。 私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、ガサツのやつが来たわ。よそ者のガルルモンがここに何のようなのかしら。聞いたぞ。人間の子供から力を得た連中が敵として立ち塞がってるそうだ。 なったら何だって言うの。<笑>この機会を待っていた。そんな連中、俺の力でねじ伏せてやるぞ。ふん、力だけでどうにかなるとは思わないことね、おバカさん。お前、また卑怯な手を使ってるのか。また単細胞なことね。 それが愚かだというのよ。どいつもこいつも胸くそ悪い。やめぬか、お前たち。喧嘩売ってきたのはこいつだぜ。まあいい、お前らが強調する必要はない。好きに。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。 言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら。腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いない。それよりいいか、アルケニモン、これ以上の失敗を。分かってるわよ。私を。ならよいがな。 次はないぞ。ここにいるモンザイモンやメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいることわし。手を貸してほしければ。いまいましい。 私があんなガキどもの。せいで。いいわ、今に見てなさい。ダメだ、そっちへ行くな。戻れ、リョウ。リョウ、
夢だよな。で、そういえば悪魔、それにみんなは？おはよう、カイト。どっち？やっと起きてきやがったか。遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなく。相当疲れてたんだろ？仕方ねえよ。ところで、他のみんなは？知るかよ。誰も来やしねえ。え、そうなのか？みんなとっくに集まってると思ってたのに。でも、じゃあみんなどこに？あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われてやられちまった。おめえと同じでみんな思うところがあるんだろ。みんなのこと少しそっとしておいた方がいいのかな。何言ってんだ。今は一刻も早くミユを助けに行かなきゃなんねえんだぞ。それはもちろんそうだけど、正体不明の霧のこともあるし、みんな不安なんだよ。だからこそ早く助けに行かなきゃやべえんだろ。霧のことだけじゃねえ、化け物がミユを狙ってるんだ。何としてでも昨日のうちにミユを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミユから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと落ち着けよ。タクマの言う通りだぜ。うるせえ。これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい。議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミユを探しに行く。待ちなって。単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべきだよ。同感だ。おめえを危険な目になんて合わせられないからな。分かったよ。けど待つのは昼までだ。それ以上は待てねえ。昼まで待って誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミユを探しに行く。俺一人でな。たくバカ野郎が。その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ。誰が？おめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考えてんだろうけどな。一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思ってんだ。そうかよ。そりゃ悪かったな。つうわけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼間ではカイトが勝手に出ていかねえように、俺がちゃんと見張ってるから。わかった。みんなを呼んでくる。Thank you.
見せてやる。俺が行こう。俺が行こう。絶対に勝つんだ。リアトリモン。さあ行こう。